新規で1人あの支払い19万とか19万、技術料金6万とかあったんですよ。内田さんいくらでやられてるんですか？8000円ですね、優しい。それは優しい。明日から5万にします。はい、続いてのニュースですね。ビュートピアさんからのニュースになります。原材料価格や、物流費の高騰などを受けて値上げの波やあらゆる日常商品に広がっています。美容サロンも例外ではありません。2023年3月27日にホットペッパービューティーアカデミーが発表した、美容サロンの、価格改定に関する調査ヘアサロン編をもとに、ヘアサロンの値上げの実態や値上げしても強いサロンの秘訣についての記事が発表されていますという記事からの、ね、話題になっております。ということで、最近ね、結構ね、本当に材料高騰で値上げしてるサロンっていうのもね、結構散見されますけども、うん、どうですか、皆さんのサロンってぶっちゃけ値上げはしました？ロンドさんとかどうですか？そうですね、若干値上げはしてますね。あの、まあ、お値段据え置きのメニューと、うんうん、あのちゃんと上げたメニューと、あとちょっとサイレント値上げ的なものと、うんうんうん、あ、サイレント値上げ的なものと、はいはいはい、というのであります。で、影響は特になく、まあ例えば新規のお客様の数が減ったわけでもなく、リピートが下がったわけでもなく、ただ結果としては相対的に各店舗売り上げが上がってるなっていう、伸びてるなっていう感覚ですかね。はい、アルバムさんとかも。そうですね、同じく材料価格が上がったのと同時にお値段を上げたので、でも本当に今まで、で私が入社してから今6、7年ぐらい経つんですが、初めて上がったので、まあ、自分の中でも結構大きかったですね。しやっぱりそれで集客が下がるっていうよりは、うんうん、そこは特にあの変わらず、うん、お客様には来ていただいてたので、うん、多分あん、まあ、もともとアルバム自体そこまで価格が高くないので、うん、お客様もそこまで、まあ、気づいてる方もいると思うんですけど、うんうん、まあそうですね、特に変わらず、うん、はい。まあ、僕からしてみるとね、ロンドもアルバムもね、もっと全然上げていいですよ。お願いしますよ。本当にもう全然ね、いいヘアスタイル作ってるし、いっぱいいろんなね、優秀なスタイリストさんいて、その値段でやられちゃったらもうね。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。ねえ、チェルモさんとかもやっぱ値上げあります？うちは逆に値上げっていうのはせずに、で新メニューを入れて、うん、結果値上げっていう。あ、なるほど。あ、値段は据え置きで、うん、新しいものを入れたんで、そこを単価上げてるんで、付加価値メニューみたいな。なので、そうです、なのでお客さんからして値上げされたとは思っていないんですけど、結果で単価がまあ本当に全店 2,3 千円上がったと。 2,3 千円も上がった。あとは、ハイブランドのラインを1個作ったんで、うん、そこは単価グッと上げて。あ、そのメニューとしての。あ、そうです。あ、そう、全体カット料金が全部上げてしまったお店、ちょっと高級志向なお店を1個作ってみたんですけど、うん、そこが今すごく当たっているので、うん、結構やっぱり、僕も独立した5年ぐらい前って結構低価格サロンがバッて増えて、価格でお客様移動してたんですけど、最近やっぱり本物志向の方が増えたなっていう印象があるので、本物のメニューを入れて、でしっかりとまあ環境を作って、これから単価取っていける方向に切り替えたいんで、一個実験として出してみたらよかったっていう。これ今後 その美容業界の全体の流れとしては、どの辺の価格帯が一番盛り上がるんですか？あの、もう二極化やと思います本当に。中価格帯が、ロンドなんかは中価格帯ってことですよね。はい、ちょっと、ね、うちも中価格帯でスタートしたんですけど、うんうんうん、これ高価格帯を目指すってことですか？そうですね、うん、あのやっぱ新規も減ってくるじゃないですか、うん、ってなった時にやっぱりそれこそ頑張らないやつはいらないって話ですけど、はいはいはい、価値がある子がちゃんと残る環境にしていかないとやっぱり豊かにならないですし、うん、でもう一個はあの表参道のお店が、うん、本当中国人来るんですね。で新規で1人あの支払い19万とか、19万、技術料金6万とかあったんですよ。それ中国プライスですか？それは中国用プライス。なるほど。でそれを、はい、そうです。で次あの、中国の旅行客が調べるプラットフォームあるんですけど、うんうんうん、そこちょっと登録してみたんですよ。ほんで様子見ようかなって思ってるんですけど、そのやっぱ海外の薬剤やっぱり良くないっていうので、じゃあ上海の方とかがこう来られるんですね、うん、ってなった時にやっぱ全然安いって言われるんですよ。だから安いって言いますよね。だからやっぱりターゲットを日本で行くと、うん、僕はやっぱ、ね、経済が伸びてないので、うん、低価格がまだあるとは思うんですけど、うん、やっぱ海外から来られるインバウンドっていうのはやっぱり
これからは見過ごせないなと思ってるんで、うん、そこをうちは先に取りに行こうってなった時に高単価狙えると。で、あとはやっぱりその受け皿としてきちんとした箱を作っていくっていうことが、高級志向の方がやっぱ日本に来られる方多いので、そこがちょっと未だそこを戦略立てれてるサロンまだ少ないのかなと思うんで、うちとしては生き残りはそこでしようかな。インバウンド需要をがっちり使うっていう。でも確かに今ね、海外の方増えましたよね。増えました本当に。確かにそう考えると、じゃあそのインバウンドに関してはまあ値段をどんどん上げていくべきだっていう。あとでも海外もあのサロン契約したんですけど、そっちもやっぱり市場調査するじゃないですか周り、うんうんうん、あのマレーシアでもほんと街中カット9000円とかあるんですよ、うん、普通に。なるほどね。だからほんで単価3万ぐらいとかなんですよ、うん、日本の技術持って、うん、パーマカラーが高いですよね海外ね。そうです、カットはちょっと抑えめでも、カットはね、韓国もそうですもんね。そうです、カット3000円ぐらいだけど、パーマ2万円とか、うん、そういうなんかもうちょっとその当たり前からそれこそ抜けたサロンが次残るんじゃないかなって思う。でもとはいえね、この2大サロンがね、中華学帯でもうね、うんうん、でももうパイチリ掴んでますからね。がっちりその取られてるじゃないですか、もう。あ、そこそこ。そこはもう狙えない状況になるってことか。そう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 。だからそこはもうポジションがあるじゃないですか。その他のサロンが中華学帯で勝負した時は、確かにね、もう今更後発は無理だと。もういるんだからっていう。じゃあどう生き残るか。中華学帯は僕は普遍だと思ってるんです、うんうんうん、っていうのは、あの美容業界で価格としてですね、二極化が進むなんて僕らが独立する10年ちょっと前も言われてました、うんうんうん、でこの価格帯でやるって言った時にメーカーさんディーラーさんもそれこそリクルートさんに相談しても絶対失敗するって言われたんですよ、うん、あ、そうなんですね。でなんでって聞いたら、まあ、今業界は二極化に向かっていて、それこそ銀座であればやっぱり、まあ、業務委託形態が当時はより安く出店されている、うんうんうん、でまあ、高価格帯が残っていく、でみんなそういうわけですよ、果たしてそうかと。でじゃあやっぱり自分たちでその当時270店舗ある、ホットペッパー上での270店舗の全てのメニュー、そして正規のメニューで銀座のもうマップに全部付箋をこう貼って、どこがどれぐらいの価格帯でやってるのを全部自分たちでマーケティングさせた。すごいですね。でもした時に思ったのは、中価格帯でやりきってないだけで、うーん、なるほど、中価格な価格は中価格なんですけれども、やっぱり高価値を与えていく、だから中価格帯が残るか残んないじゃなくて、うんうん、高価値もしくはお客様が良い価値だなと感じられるものが提供できているかどうかの方がむしろ価格よりも問題なのかなと。なるほど、ね、だから高くても別にクオリティがとか空間がとか大したサービスやってなければ、まあ、集客はいいかもしれないけどリターンはしないしとか、低価格って言われてるカテゴリーであったとしても、え、このお値段でって思ってもらえればやっぱりリピートされるでしょうし、でそのどういうふうにその、まあ、価格を設定してお客様が価値を感じてもらえるかの方が大事なのかな。うん、いや、いい気づきいただきました、はい、だから中価格帯はやっぱりやりきるっていう、やりきる、うん、いや、だから残られてるんやつすごいんやと思いました。だから中価格帯がやりきった先に高価格帯やばいですね。だからね、あ、うん、確かに高価格帯とさ、うん、そのクオリティというか満足度がね、うん、同じだとしたら、それはそうですね、絶対に中価格帯になるじゃないですか、うん、まあでもまあ結果全部ビジネスモデルとしては正解じゃないですか、うん、まあ、はいはいはい、そのそうですね、だからターゲットが変わってくると思うんで、うん、いや、まあだからやっぱ経営者自身、まあ、そのサロンがどう向かうかっていうところ、ね、うん、そうですね、間違いないですね、うん、確かに値段がいい悪いではないですしね、うん、そもそもは、うんうん、でも本当にやっぱりその美容師さんみんな頑張り屋だから、うん、本当に学ぶじゃないですか、はい、もう公私混同でね、そこの先にもうめちゃめちゃ材料もいいものをより使ってテクニックを日々鍛錬して、うんうん、だとしたらやっぱちょっとずつやっぱ上げていった方がいいんじゃねみたいな説って多分あると思うんですけど、そういう観点でいくとどうなんですか、その低価格中価格もうちょっとなんか少しずつでもちょっと上げていこうぜみたいな、うん、なんかその、まあ、昔からあるシステムだと思うんですけど、うんうんうん、アルバムさんとかもあると思うんですよ、ランクがなんかもっと逆にこれから重要なのかなって、うん、まあ、個人集客もあるだろうし、でもまたフリーランスは違う形でちゃんと組織だって、うん、まあ、正社員でも、委託でもいいんですけど、うん、チームとしてそのちゃんとその中に階級を作っていく、それはあります、うん、一番サロンの中でね、はい、サロンの中で、はい、一番高い子だとカットだけで1万6000円取ること、すごいですね、そんな超えるんですか、うん、そうなんですよ、そうなんだ。でスタートしてる時はやっぱり、まあ、5000円弱ぐらいのカットの時なんですけど、うん、まあ1万円ぐらい取る子もいれば一番高い子は1万6000円ですし、
っていうので、まあ、お店としての入り口はもちろんこう表面はこう、まあ、中華拡大サロンって感じなんですけど、意外とその育ってきたスタイリストたちは価格をやっぱり個人でも改定していくので、それはお店と一緒に共用してるってことですか？いや、任せてますね。あ、そうなんだ、はい。そこはじゃあ自分この値段やりたいってなったら、あ、そうですそうです、申告してもらえればどうぞその値段でって感じにしてもらってますね。それはそれで成立してるわけですもんね。そうですね、で割とそれがこう社内の中でも社内競合を生んで、あ、どこどこ店の誰々くんはいくらぐらいの単価になって今こういうっていうのをこう、まあ、それこそ同期ランクだとすごく意識するじゃないですか。それがこういい意味で社内で、スタイリストにとってはこう切磋琢磨されてて、それめちゃくちゃいいですね、はあ、もちろん売り上げもそうですし、それぐらいの単価を取れるっていうふうにこう先輩の背中見てると、まあ闇雲に高単価サロンに行こうではなくて、やっぱここでキャリアを積んでちゃんと技術サービスを得れば、あ、こういうハイランクなスタイリストになれるんだっていうのにも背中見せられる社内事例ができるので、すごいいい流れかなと思いますね。社内で多様性あるんだったら全然いい、ね、そうですね、はい、居場所がまあちゃんと用意できてるかっていうのが各サロンでは大事ですね。夏美ちゃんも2万ぐらい取ったらいいんじゃないですか。なんかカット料金って難しいじゃなくて、材料費がかからない部分なんで、いかに自分になんかこう付加価値かけられるかってなってくると、なんか挑戦したいなって気持ちはあります。自分がやっぱ上が上げないと、さっきもおっしゃったみたいに下も上げていけないので、アルバムの場合だともう指名料で付加価値をつけていくような感じなので、やっぱりその自分専用のクーポンっていうのがみんなでどん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 出していけたらもちろんいいんですけど、やっぱりそのクーポンページが混雑していくっていうところで、まあ自分たちの指名料で付加価値をつけていこうとなるんですけど、やっぱそこにもやっぱ限界があるかなと思うので、そういうなんかこう上に単価を上げられるビジョンっていうのが会社内であるってすごく今聞いててもやっぱ魅力的だなって思いましたし、なんか安い価格でこう集客をしたいってやっぱ若い子たちももちろんいると思うんですけど、やっぱりどんどん値段を上げたい子たちとか自分の付加価値上げたいって子たちの方がやっぱ伸びてくるのかなって思うと、そういう、ね、場所を作るってすごく大事だなと思いました。アパレルでもありますもんね、うん、ファッションブランドでその若い子向けからそこのファンが育ったら次っていうラグジュアリーって、うんね、段階あるじゃないですか、うん、ああいう感じでサロンも同じ会社でこう最初は若手はここから、うんうん、まあ、もう今もあるとは思うんですけど、うんうん、それをより分かりやすく設計してもいいのかなと思いました、うん、最初ここ行くっていう。ちなみにお二人はもう日本を代表するカッターでもあるわけじゃないですか。いい、あのカットの料金をそれでも上げづらいなっていうネックになるのは何なんですか？あ、聞きたいですね、はい、うん、内田さんいくらでやられてるんですか？8000円ですね、優しい。それこそもっと、それこそもっと明日から5万にします。極端いきます。お願いします。8000円で切ってもらえるんですか？何ですかね、